はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、おさないでございます。えー、今回は DX 対策講座オンラインということで、1、えー、問出題させていただきます、えー。弊社は心理学の会社ですが、実は、えー、組織内部の運営にあたっては DX、デジタルトランスフォーメーション的な発想を早くから取り入れてきました。IT 企業に所属していなくても DX への対応は急務です、えー。この講座では毎回超短時間で DX に関する、えー、基礎知識を丸抜形式で出題します。 出題していきます DX に取り残されていてまずいなと思っていらっしゃる社会人の方就職活動で差をつけたい学生の方を対象に出題していきます日本イノベーション融合学会さんの DX 検定の対策にもお役立ていただけるんじゃないかなと思っておりますいつもはですねあの DX 検定のシラバスの範囲内から出題させていただいてるんですが今回は完全にオリジナルの問題です えー、ということで早速問題です、えー。2021年1月現在、日本における DX の推進には CX への注力が必要であるという見解が存在する。 丸かバツかの二択でございます。え、セカンダリーではこのように DX 人材を目指す方を応援しております。この DX 対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いかがでしょうか正解申し上げてしまいます。え、こちらの問題、えー、回答はですね、えー、丸でございます。無料でご覧になられている方は、ここまでご視聴ありがとうございました。 ええと、ではですね、簡単に、えー、解説です。あの、